どうも皆さんこんにちはプティモンンキレンチの時間です。ゼロから始めるアフターエフェクツということで第1回目はアフターエフェクツの画面の見方から解説したいと思います画面にある各パネルなどはなんとなく分かっているという方はこの動画を飛ばして次の動画を見ていただければ嬉しいですそれでは早速いってみましょう アフターエフェクツを開きました。いきなりすべてのパネルの意味や機能を覚えようとすると、情報が多くてわからなくなりますので、今回はざっくりと各パネルについて話してみたいと思います。ではまずは画面上部のこちら。こちらはメニューバーです。ここではファイルの読み込み、保存、エフェクトの適用、環境設定など、様々な機能にアクセスできる重要な場所です。メニューバーのすぐ下にあるのがツールパネルです。 こちらは動画を作っていく上で大事なツール類が並んでいます。アイコンをクリックすることでそれらのツールにアクセスできますが、ショートカットキーにも対応しています。ショートカットを使うと作成時間の短縮につながりますので、ぜひ覚えていきたいです。もちろん今後の動画でこれらのツールを使う際には、ショートカットがどのキーに割り当たっているかを繰り返し解説したいと思いますので、一緒に覚えていきましょう。 次に左端のここ、プロジェクトパネルといって、読み込んだ画像データや動画素材などを管理する素材置き場になります。アフターウィクツ上で作ったデータなどもここに追加されていきます。フォルダからドラッグドロップすることでデータを読み込むことができます。ショートカットキーにも対応しており、コントロール・ I でファイルの読み込みウィンドウが開くことができます。必要なファイルを選んで読み込みを押すとファイルを読み込むことができます。 その他、左手が何かしらの理由で塞がっていて、ショートカットを使うことができない場合は、プロジェクトパネルの何もない空いた箇所をダブルクリックすることでも同じようにアクセス可能です。読み込んだ画像はこのようにプロジェクトパネルに格納されていきます。素材が多くなってくると管理が大変になりますが、フォルダを作成することで管理が楽になります。 このフォルダアイコンをクリックすることでフォルダを作成することもできるので素材管理がしやすいように色々と工夫してみましょう次はコンポジションパネルですこのパネルで編集している映像などを再生してみることができますコンポジションっていうのはあんまり聞き慣れない言葉かもしれませんが組み立てるとか合成するという意味があります素材を入れて編集したりする箱のようなものです アフターエフェクツで動画を作るときには必ずこのコンポジションを作る必要があります。では早速試しにコンポジションを作成してみたいと思います。コンポジションの作成には色々な方法があります。とりあえずよく使う方法を今回は解説してみます。こちらの画面にも出ているのですが、新規コンポジションと書かれたここ、ここをクリックすることでコンポジションを作ることができます。 で、おそらく最もよく使われている方法がショートカットキーです。Ctrl N を押すと新規コンポジション設定を開くことができます。いろいろと設定項目が出てきますが、主に設定するのは、コンポジションの名前とサイズとフレームレートとリュレーションです。名前は一旦テストとします。コンポジションのサイズは作る映像をどれくらいの大きさで再生したいかで変わってきます。 今回は、幅1920、高さ1080の16対9の比率で作ります。次にフレームレート。フレームレートは簡単に言うと、1秒間が何枚の絵で構成されているか表しています。パラパラ漫画をイメージするとわかりやすいです。今回は30に設定します。 フレームレート30ということは30枚の絵が順番に表示されて1秒間になるといった感じです。例えば60にすると60枚の絵で1秒間になるのでより細かく滑らかな映像になるということですね。最後にデュレーションです。これは動画が何秒で終わるかを決める項目です。今回は3秒で設定します。デュレーションは後からでも変更が効きやすいのでそこまで深く考えなくても安心です。 フレームレートとサイズに関しては、後で変更を加えると不具合が出てくるので、できるだけ最初の段階でしっかり決めておいた方がいいと思います。OK を押すか Enter キーで作成することができます。これで何も入っていないからのコンポジションができました。ここに素材や文字などを入れて動画を作っていきます。あと、もう一つのコンポジションの作り方ですが、 プロジェクトパネルの下にあるこのアイコンをクリックすることでも作成できます。どう使い分けるかなんですが、動画素材やイラスト素材などをこのアイコンにドラッグすると素材のサイズや尺、フレームレートに合わせて自動でコンポを作成してくれます。実際に先ほど読み込んだ画像ファイルをドラッグしてみます。コンポが作成されました。画像のサイズに合わせてコンポジションが設定されています。 ぜひ活用してみてください。次に動画を編集する上で大事なタイムラインパネルの説明をします。説明のためにあらかじめ用意したコンポジションを開きます。開きたいコンポジションにマウスを合わせてダブルクリックで開くことができます。すでに開いているコンポジションはこちらのタブで管理されます。クリックすることでコンポジション感を行き来することができるようになっています。画面下にあるこちらがタイムラインパネルです。 コンポジションと連動して時間軸を表す重要なパネルとなります。また、コンポジションに素材を入れたり、テキストを作ったりすると、このタイムラインにレイヤーとして追加されていきます。これら一つ一つがレイヤーです。レイヤーは上に配置されているものほど全面に表示されます。例えばこの画面では、サンプルという文字の後ろに図形が表示されていますが、レイヤーの階層を入れ替えると、 文字と図形の優先順位が変わってしまい、文字が見えなくなってしまいます。意図した結果になるように、レイヤーの順番には注意しましょう。タイムライン上では、左から右へと時間軸が流れています。この青いアイコンは、現在の時間インジケーターと呼び、コンポ内の現在の時間を表しています。インジケーターを動かすと、コンポ内の動画が動いていることが確認できます。 再生したい場合はスペースキーかテンキーの0を押すことで再生することができます。最後にエフェクトコントロールパネルです。レイヤーに適応したエフェクトを管理するパネルになります。初期配置ではプロジェクトパネルにドッキングされています。パネル名をつかんでドラッグしてあげると分離させることができます。よく使用するパネルになるので分けてあげると利便性が上がるかもしれません。 一通り画面の見方や機能の説明は終わりです。なんとなくどういう役割を持っているのかが分かればいいかなと思います。その他は実際に動画を作成していきながら、その都度説明できればなと思っています。次回は最初に設定した方がいい初期設定について解説したいと思います。設定をしっかり見直すだけで作成のしやすさも変わってきますので、 特に設定をいじった記憶がないという方は見ていただけると少し得した気分になれるかもしれません。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さようなら。